Can't you see that it's just rain? Ain't no need to go outside. But baby, you hardly even know. Will I try to show you? It's only meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we can sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend night. We could pretend it all the time. Can't you see that it's just rain? There ain't no need to go outside. But just maybe a lock of ukulele. Mama made a baby. Really don't mind the breakfast, cause you're my little lady. Lady, 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 cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside.専攻を卒業いたしております。第21回山形県新人演奏会にご出演、第6回仙台国際音楽コンクール関連事業街角コンサートにてオーディションに合格いたしまして、仙台フィルメンバーによるご重奏と共演をなさっております。ソリストを務められておりました。現在はソロや室内楽をはじめオーケストラ客演奏者としても多方面で演奏活動を行っております。続きましてフルートを演奏していただきます鈴木夢美様、はい、同じく仙台市出身でございます。同じ大学で山形大学地域教育文化学部音楽芸術コースフルート専攻を卒業いたしております。第11回 JBA 神田楽器ソロコンテスト南東北大会第1位、三立特別賞第25回宮城県打楽器ソロコンテスト高校の部第1位、バッハホール賞第25回全日本クラシック音楽コンクール全国大会では第5位、現在は東北を中心にソロや室内楽などさまざまな演奏活動を行うほか、レッスンを通しまして音楽の楽しさを伝える活動を行っております。それでここからお二人の方に進行の方どうぞよろしくお願いいたします。皆さん改めましてこんにちは。本日はお寒い中本当に足を止めいただきましてありがとうございます。先ほどご紹介に預かりましたバイオリンの高橋と鈴木で本日短い間ですけれどもコンサートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回の歌をお届けいたしました。乾杯の歌と申しましても長渕剛さんの乾杯の歌ではなくて
ジュゼッペ・ヴェルディという作曲家のオペラ椿姫より乾杯の歌をお届けいたしました。こちらの曲は皆さん一度は耳にしたことのあるお祝いの曲です。続きまして、演奏いたしますのはちょっとクラシックからは離れまして、森山直太朗さん作曲の桜をバイオリンとフルートの編成でお届けいたします。どうぞお聴きください。